いつもロペライアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2011年モデルのメルセデス・ベンツ E550 ステーションワゴンをご紹介させていただきます。まずお車の状態からなんですけれども、走行距離4万1000キロ走っておりますが、特に大きな傷はございません。若干左のフロントバンパーの方ですね、飛び石は受けてはいるんですけれども、それ以外大きな傷はないのでご安心していただければと思います。でこちら E550 ということで、エンジンもかなりボアアップされて非常にパワフルな走りをお楽しみいただけます。なおかつですね、ステーションワゴンですので、お荷物、あとは居住空間も広く作られておりますので、レジャー、お買い物にもお使いいただける1台となっております。でこちら E550 ですので、 AMG のスポーツパッケージが装着されております。フロントスポイラー、リアのスカート、あとはサイドのスカートですね、よりスポーティーなデザインに生まれ変わっております。あとテールゲートなんですけども、オートで開閉の方が可能になっております。はい、でワゴンタイプのお車ですので、お荷物はもちろんたくさん積んでいただけますし、なおかつ後部座席も倒してお使いいただくことが可能となっております。で閉めていただくときもこちらですね、ボタンを押していただいて自動で閉めることが可能です。でこちらインテリアはブラックレザーですね。あとはこのブラックパネルも装備されておりますので、非常にメルセデス・ベンツらしい高級感を感じます。でシートですね、全くスレッドなく綺麗な状態です。エンジンの方をかけていきます。はい、でステアリングの方ですね、こちらはスポーツパッケージ用のスポーツステアリングになっております。パドルシフトが装着されておりますし、あとはマルチファンクションですね、お使いいただくことも可能です。安全装備ですね、ブラインドスポットアシストですとかディストロニックプラスですね、こちらもお使いいただけるようになっておりますので、安全機能も非常に充実しております。でナビゲーションの方は純正のハードディスクのナビゲーションです。バックカメラももちろんお使いいただけます。あとはフロントは両席シートヒーター完備で、あとエアコンパネルこちらですね、エアマチックサスペンションですね、コンフォートスポーツでお使いいただけますので、コンフォートですと非常に滑らかな乗り心地、スポーツだとかなりがっちりと足硬くなりますので、スポーティーな走りもお楽しみいただけます。車高の上げ下げも可能になっておりますし、あとはエンジンの出力ですね、エコモード、スポーツ、マニュアルモードをお選びいただけます。あとはハーマンカードンのサラウンドシステムが標準で装備されておりますので、音楽もお楽しみいただける1台です。ただ特にですね、おタバコの匂い等は一切いたしません。では続きまして後部座席のご紹介です。やはりステーションワゴンですので、足元ヘッドクリアランス非常に広く取られております。で後部座席もですね、シートヒーターが完備されております。こちらアームレストの部分ですね、ドリンクホルダーもお使いいただけますので、4名様しっかりとお楽しみいただけるような設計になっております。では今回は2011年モデルの E550 ステーションワゴンをご紹介させていただきました。オブシディアンブラックにブラックレザー、非常に人気のある組み合わせです。で先日もですね、別のお車ございましたけれども、即日ご成約となるぐらい人気の高いお車です。で550ですのでパワーもありますし、あとはステーションワゴンですので、大人数での旅行、お荷物積んでいただきながらお買い物、レジャーにも1台で大変活躍の場が広いお車となっております。ぜひともお問い合わせください。よろしくお願いいたします。